の屋根裏部屋。はい、どうも、カジサックです。カジサックです。ツルです。そしてそして1ヶ月ぶりの登場、トンボです。よーい、トンボです。これ多分皆さんの中で変な感じになってると思うんですけど、メインチャンネルでは続々とストックを放出していって、そうですね、ずっとトンボは出てるけど、このラジオでは1ヶ月ぶりですかけているっていう、ちょっとね、確かに確かに、まあとはいえ、普段ずっと見てくださってる中の人では、中では多分、あ、トンボさん久しぶりとはなってる、お久しぶりでございます、思ってるんですけども、はい、ね、まあ多分聞きたいことは、1ヶ月どうだったのっていうところだよね。いやー、休みに休みましたね。いや、まあね、本当に頭空っぽにして、そうじゃないとこっちも困るし、休ませていただきまして、どうだったん？いや、もう最高でしたよ、休みは。やっぱり初めてじゃないの？初めてです、人生初ですわ。1ヶ月間こう空っぽにして、もうほんと仕事始めてからは本当に初めての経験で、最高。まあ他の仕事はしてたりもしてたんですけれども、名古屋の仕事とかは、ね、そうですそうです、まあでも本当にガツッと休んで、毎週金今後はもう俺が休めてたの。そうですそうです、はい、なるべく空っぽにした方がいいからっていうことで言わせてもらって、っていう感じだよね。そうですそうです、もう休ませていただきまして、いろんなとこ行きましたよ。で、まあ実は、はい、まあみんなは知ってると思うけど、1ヶ月休んでる間も俺友と飯行ったりしてたんですよ。そうなんですよね。そうそうそう、で聞いてたんですけど、なんとね、はい、新婚旅行行ってきました。あら、新婚旅行第1弾です。第1弾です。どういうこと？いや、とりあえず、まあ先に言いますけど、今回シンガポールに行ったんです。シンガポールに新婚旅行。新婚旅行。だから新婚旅行でどこ行くかっていう話になった時に、もうやっぱもう行きたいところがもうたくさんありすぎて。わかる。そうそうそう。めっちゃわかる。一番最初はトルコ行こうかって言ってたんです。アイスや。トルコアイス。アイスかな。え、トルコアイスなの？まあまあアイスで。トルコ。トルコってなんやねん。なんでトルコか。ちゃうかったっけ？トルコにトロッコあるんか。モロッコか。モロッコにトロッコあるんか。似てる、名前も似てる。どういうこと？失礼いたしました。まあ、悩んだわけ。そうそう、悩んで、まあでも、せっかくまあ休暇っていうことで、リゾートっぽいところがいいんじゃないかみたいな、もっとっていう話にもなったりとか、いやでもちょっとシティっぽいところもやっぱ好きだよね、我々は。っていうことで、もうちょっと、もうどうしようかどうしようかってなって、まあ、シンガポールっていうのもあんで、ポンって出てきて、もうじゃあシンガポールにしよう。でも、他にも行きたいとこあるから、とりあえず今回第1弾ということで、また第2弾、第3弾、新婚旅行行ったらいいじゃんということで、とりあえず第1弾新婚旅行ということで。でもやっぱり枠としては新婚旅行したいってこと？そうですよね。わかる。うちもそうっすよ。うちもハワイにこなれてきて、その新婚旅行にしてたんですけど、本当はイタリアに行きたいんですよ。ああ、やしたけ、やしたけ、イタリアやしたけ、バジルやしたけ。じゃじゃじゃ、ここそんな長くしたくない。俺はやしたけ、パスタやしたけ、調子いいな。イタリア、おい、続くなこれ。靴みたいな形。長靴ね、長い靴ね。あ、なるほど。そうそうそう。だから。まあ、今回の歯がとりあえず仮みたいな。第一弾みたいな。あ、でも一緒。わかる感覚で。シンガポール行ってきて、もう最高でした。めっちゃ良くない？それ。全員そっちの方が良くない？え、どういうことですか？あ、その考え方がってこと？そう。新婚さん。あ、そうね。毎回旅行が、新婚旅行1弾、2弾、3弾、10弾、20、30、100ってなっていけばいくほど、いいかも。なんか最高のシステムだなって今思いましたけども。よかった。よかったよ、もう。だから丸4日間ぐらい、もう行ってきたんですけど。あ、でもそんなもんなんや。そうですね、そうです、そうです。はい。もうでも、もうシンガポールのベタな観光みたいなのはもう全種類やったんちゃうかっていうぐらい。へぇー。例えばしました。シンガポールといえば、まあ、マーライオンみたいなとか。そうね。はい。あとはもう、そう、ホーカーズっていう屋台村みたいなところがあったりとか。そうなんですよ。屋台がもう連なってるところ。どんな食べ物置いてんの？もうね、各地の食べ物置いてるんです。全国。もう全国っていうか、まあ全国のわけやろかい。いや、わかんないじゃん。それ行ったことないとわかんないじゃん。全種類置いてあるわけあるか。そんな言ってない。何百何十カ国。何千か。そんな店舗ねえわ。主要都市の。主要都市ってこともなくて、なんか、まあ、シンガポールってもともとまあ多国籍な感じではあるんですけど、チャイニーズであるとか、その、インドとか、あとなんかこう、それこそトルコとか、なんかいろんな料理が、それこそ日本食もあったりとか。何置いてんの、日本食って。あのね、ペッパーランチとか。え？寿司とかじゃなくて？うん、ある。寿司はあれか。うん。
ペッパーランチがあったりとか。ちょっとカタカナやね。日本食で、日本食でペッパーランチ、たこ焼きとかさ、確かに、ね、確かにお好みとか、ね。お好みとかやったら分かる。ペッパーランチ。ちょっと日本としては、そ, うっす、ね、そこかな。でもめちゃくちゃ嬉しかったですけどね、ペッパーランチあるんかいっていう。ほんで、ペッパーランチって日本なんやって今思った。確かに、そもそもがね。そもそもどっかから持ってきたもんじゃない。何周かしてますね。うん、まあまあ、そんなのありながら。とか、ナイトサファリとか。はい、あと、マリーナ・ベイ・サンズ。何、はい、それ。マリーナ、一番有名なあの、シンガポールのあの、うん、インフィニティープールって言って。ああ、あの、屋上にあるやつ、はい、ホテルの、そう、そこ泊まって。あの、エロみがえぐいやつやろ。そうですよ。なんかこう、ちょっとセクシーな。そう、セクシー。俺はスマップさんのイメージある、ね。ああ、そうな、ソフトバンクの CM。ソフトバンクの CM の。あ、うん、俺は、エロみがある。なんか、ブルーの。ああ、でもブルー、うん。なんか、あの、エロみのある女性がインスタに載してるイメージ。いや、そんなことないけどな。それは違います。それはもう東京のナイトプール。東京のナイトプールだ。そう、そう、そのね、うん、マリーナ・ベイ・サンズも、なんかたまたまなんか、その、工事をもともと手前でしてて、うん、出してない部屋があるんで、うん、そこにグレードアップしますよ、つって言ってくれて、うん、そこがスイートルームで。もうめちゃくちゃもう160平米。でかっ。それは値段変わらず。変わらずなんですよ。最高やん。最高なんですよ。だから、そこのスイートルームに泊まることができたりとか。二、うん、人で。二人ですよ。やば。三人じゃなくて。なんで三人なんだよ。あ、一人どうしたんだよ。誰だよ。誰怖いな。怖いな、新婚旅行で。お前のおかんやろ。来るわけねえだろ、海外旅行好きじゃないのに。いっぱいね、ワンちゃん飼ってたりする。そうそう。ハネムーンって言ったんすか。うん、何か言ったんすか、新婚旅行って。どういうこと？そのホテル。言ってない言ってない。なのに、アップデートしてくれたんだ。そうそうそう。なんでな、俺、なんかぼったくられてるんちゃうかとか言う、うん、じゃあ、めっちゃ運が良かったね。電話してよかったっすわ。ええじゃあ電話してよかったっすわ。え、どういうことどういうことおよよ。いや、俺の友達が行くから、つって。うん。なんかよくしてあげてって言っといてよかったなと思って。お前もしたの？え？まあ、俺も一応、しときました、ね。お前もしたの？え、お前も、はい、僕は、はい、しました。ってことは？なんて電話、電話したんですか？俺ちょっとあの友達行くから、うん、もしあれだったらちょっとよくようにやってみて、うん、もう全く同じ電話してるやん。ええ彼さんも電話したんですか。ええ思ってんのこと。いや俺昨日親父に友達が勝手に泊まりに行くから。いや初め話全然違う。違う俺関係ないわ。何の話してる。やめてくれって言われた。なくなった話でしょ。俺とリオちゃん関係ないわ。今その話してた。違うんですか。シンガポールの話。間違えた。ごめんなさい。ふざけるなよ。すごいラッキーですね。そうそう、ラッキー。すごいよ。スイートルーム泊まって。泊まったり、あとナイトサファリっていうね。うん、もう、ほんと夜の動物園です。やっぱり動物いるの。いるに決まっとるやないか。え、いんのやっぱ夜言っといてよかったわ。じゃどういうこと言っといてよかった。電話なんて電話したんですか。いや、もしよかったら動物をちょっと話してほしい。ナイトサファリに。ナイトサファリ。ナイトサファリなの。夜だったでしょ夜。うん、あ、言っといてよかった。そうそうそう。え、お前もしてたのどういうことどういうことすごくない夜。愛だね。ちゃんと夜にしろよって。うん。あ、夜にしろってどういうこと安作さんもそう。あれちょっと待って。持ってどういうこと、はい、いや、僕も、うん、昨日親父に、うん、電気消して寝ろよ。いや、お前親父に電話すんなよ。常、はい、それ違うわ。あ、違うんすか。だけ関係ねえんだよ。違うんすか、うん、俺もって言わないで。間違えた。電話は電話だけ。ナイトスリープ。何やナイトスリープ。普通の日常やないか、お前。ナイトスリープって。夜寝る。とにかく動物が、そうそう。ライオンから何から。そうそう、サイとかね、カバとか、もう間近で見れるみたいなね、そういうのがあって、もう本当にシンガポールの、あと、ちょっと仙洞砂糖みたいなね、なんかちょっと島みたいな。仙洞砂糖仙洞砂糖だと。名前コンビ仙洞砂糖。どうも仙洞砂糖です。みたいなこと。つまんねえコンビだな。おったらどうすんだよ。つまんねえかどうかわかんないし。いるか、いるかもしんない。いるか。仙洞砂糖何それ島があるんですよ、そういう。本当にもうリゾートなところも、本当タクシーでね、15分ぐらいで行ける。そうなんですよ。だから近いところに、だからもう、本当にローカルな場所から、もう振り返ったらビル群があって、で、ちょっと行ったらもう、本当に、こう、なんていうの、リゾート地があってみたいな。そう考えたらやっぱシンガポールってすごいんだ。いや、すごいで、いろんな。狭いんですかシンガポール自体は。ちっちゃいんですかちっちゃいと思う。うん。そんな広い国じゃない。ぐらいだよ。ちっちゃ。ちっちゃ。いや、わかんない。どうなんだろう。違う。まあ、今言ってる話だとね、うん、そんぐらいか、うん。俺のイメージ、関東ぐらいの全然わかんないから。北海道ぐらいじゃない。あ、どっち全然違うもんな、関東と北海道。怖くなったの。怖くなったの。関東ぐらいが。ちょ、別にいいじゃん。会ってなく
くてもいいじゃん。関東ぐらいのスペースに多国籍住んでたいやでもそう意外とちっちゃいからね、そうそう、でもね、ほんとそれぐらいの感じ、歩いてもうほんと、まあ、国変わったみたいな、もうそんな雰囲気、そんなガラッと変わるんですか。もうガラッと変わる、だっている人も変わるんだから、そうそうそう、なんか匂いも変わるみたいな、とにかく最高でしたね。第1弾新婚旅行行ったりとか、まあ本当にあとキャンプも行ったりとか、嘘つけ、ほんだんでだよ、行くだろキャンプ。本段でだよ。なんでだよ、行くだろキャンプ。キャンプ行かないでしょあなた。じゃじゃじゃ行ったって言ってんだよ。いや行ってないでしょ。じゃじゃキャンプ好きなんだ。だいも行ったね、行った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 。悟すんじゃねえ。よかった行った行った。行ったんだよ。行った行ったもう行った。行ったってことせえな。とにかくやりたいこといっぱい。まあとにかくやりたいこといっぱいやりました。いろんな人にも会いましたしね。もうとにかくリフレッシュさせていただきまして、第二弾は考えてんの。あのね、どこに行きたいとか、安武は次イタリでしょ。イタリア行けたら行きたいですね。イタリアでしょ、うん、あのねやっぱね、スペインめっちゃいいって言うんですよ。そう、昔から言ってる。そう、あのスペイン行きたいって言ってたんですけど、うん、まあ人に聞いたら、うん、そのどこがいいかって言ったら、うん、スペインいいよっていう話がね結構ね多いんだ。そうそう、だからねスペイン行きたいし、うん、あとリオちゃんがトルコすごい本当に、うん、もういろんな、なんて言うんでしょう、うん、なんて言うんでしたっけ、世界遺産みたいなのもあるし、その建物が可愛かったりとか、だからトルコもやっぱ行ってみたいなっていうのはある。スイスもいいっていうよね。ああスイスね、そういう建物だったりとか世界遺産とか、なんかもう歩いてるだけで楽しいからね、そういうとこって。それ俺もダントツでドイツのニュルンベルグやったな。ああドイツ、もうドイツのニュルンベルグって、あのワールドカップの時に日本代表が出た時にハネルで行ってんけど、もうあれはもう衝撃やった。もうお菓子の街みたいな。ああ可愛いですね。そうそうそう、珍しいっすね。何がその海外とかそんな好きな方じゃないじゃないですか。全然好きじゃないね、うん、の中でニュルンベルグは良かった、良、うん、かった。でも行きたいと思わないもん。何やこいつ、何やお前お前だろ絶対行きたいって話じゃないよ、うん、違うよ。あ違う、でも俺がなんで話したのかっていうと、うんうん、そういうのが好きな人へのプレゼンじゃん、うん、ああだからそういう人たちはいいよってことか。そういうこと、俺は二度と行かないよ俺。入ってこないんだよそんな話。ビールぬるい、ビールぬるいとか言うな。入ってこない、法律使わない文化の。ああまあね、確かにね、ぬるってなるから、うんうん、言うなそれそれがいいんだろうな。うん、そうだよ、それがいいんだよ。まあとにかく最高でございました。スペインね、うん、俺いけないもんな。そうそう、スペインはちょっと赤いから。えどういうこと、赤いから俺だって。だからなんで赤いから突っ込んでくるやんだって。なんで闘牛場の中にいる設定なの時に俺映像で見たことあるよ、うん街に解き離れた闘牛が暴れてる映像。あれもし俺が行ってる時にロケでそうなってみ、うんうん、俺終わりだよ。神回じゃねえか一番いいよ、一番いいよ俺すぐ回すよ。そうだよな、やせやせって言うの。トンボさんも回せ、神回じゃねえかそんなの。さすがにきちいよ俺もしそういう状況で突っ込まれたらというところでございますけど、はい、まあ、楽しんでたようで何よりでございますが、ありがとうございます。でね、はい、ちょっと今日ですね、はい、皆さんにお伝えしたいことがありましてですね、はい、まあ、何かっていうと、うん、まあ、先日メインチャンネルの方で、緊急会議っていうものを公開させていただいたじゃないですか、はいはいはい、でたくさんいろいろなね、知った激励だったりとか、うん、ご意見いただきまして、まずはコメントありがとうございます。ありがとうございます。そして本当にまず謝りたいのが、なぜかまたその動画が子供用コンテンツとなりなんで、いやもう分かんない。だお前が休んでる間にさ、はあ、5つぐらい子供用コンテンツ、子供用、そうなんかね、僕とリオちゃんのなんかやつも、うん、一個なってましたよね、子供用に。そう、友達も聞いてないと思うけど、改めて言うけど、はあ、ガダルカナルタカさんのやつも子供用コンテンツ、うん、やっぱりでも枝豆さんが可愛かったからその話ももうしてるくそそうなんですよっていうのもあったりとか、それでちょっとコメントが消えちゃったんですけども、うん、もうこれ異議申し立てしても治らないというところで、うん、本当に改めてすいませんっていうことでございます、はい、でね、はい、まあたくさんコメントたくさんいただきました、うん、でまあ改めてちょっとこうなんだ、あんまり伝わってなかったなって思うところだけはちょっと説明をさせていただきたいんですね、うん、まあ、でまあめちゃくちゃ多かったんが、うん、トンボさんの声聞きたいだけ、あ、うん、でもそれはそうだと思うのよ、うん、これは別に俺間違ってないと思う、うん、俺と安武で撮らせてもらったやん、うん、木島と掛田でって中でトンボが休んでる、うん、でトンボの声では伝えれてないっていうところでいくと、うん、その違和感は
もう絶対的にそっちが正しいと思います、うん、だから今日ともにもね改めて話もらうんですけど、はいはい、その前にちょっと改めて説明したい部分でいきますと、うんうん、まあたくさんコメントある中でさ、例えば俺がね、うん、カジサックが決めたこととか、うんうんうん、あと多かったのが安武が決めたことっていう風に捉えられてるんですが、はいはい、これも動画でも言ってるんですけど、うん、決してそんなことではないです、はいはい、まあ、ここから先はちょっとトンボにも話してほしいんだけども、はい、トンボともちゃんとね、そうですね、僕も事前に聞いてましたし、うん、まあ、僕がいない状況下での撮影だったとは思うんですけども、うん、お休みいただいてたんで、うん、まあ、僕もそういうね撮影をするということを、うん、そういう新体制するという話はもちろん聞いてましたから、うん、そうそう、だからよくコメントであったのがさ、トンボさんが知らないところでこうなってしまったらトンボさんにプレッシャーを与えてしまうんじゃないかとか、もしもね本当にトンボと話してなかったらそりゃそうなんですけど、全くそんなことはないということでございます。まあね、みんなとちゃんと話してっていうことですよね。そうですね、はい、そう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 、だから誰かにやらされてるわけでもないし、うん、個人の意見を通したわけでもなく、うん、みんなで話し合った結果、うん、チームの健康を考えた時に長く続けるために、うん、こういう形にしたということでございますので、うん、何卒ですね、ご理解よろしくお願いいたします。そしてですね、うん、もう一点ありまして、うん、これは本当に改めてコメントいただいてありがとうございますっていうことなんですけども、うん、テロップ問題、はいはいはい、今フルテロップをやっていたことを、うん、まあ、半分ぐらいのテロップにしているという状況なんですが、うん、まあ、たくさんいただきました、うん、やっぱりフルテロップがいいっていう意見、うんうん、中でもやっぱりこうなるほどってなったのが、うん、そりゃそう考えたらそりゃそうかってなったんですけど、うん、寝かしつけをしている人たちが、うんうん、やっぱり子供たちをこうね起こすのが一番の良くないことの中で、うん、フルテロップだとそこが見れたっていうコメントが結構あったんですけども、うんうん、そのコメントがすごくまた確かになともなりましたし、うんうん、まあ他にもねいろんなご意見ありましたが、はいはい、まあもろもろ確かになってなったので、うんうん、ちょっと今一度、考えさせてください、うんうん、で現状ね、もう結構前からあれ動画でも言ってますけど、あれトンボが1ヶ月休みますって言った後ぐらいに撮影したから、うんうん、もう1ヶ月以上前なんですよ、うん、っていうことはすなわちもう編集チームとも話し合ってたんですよね、うん、その相当前に、うん、でうちはストック動画を出していってるじゃないですか、はい、なのでもう半分のテロップでっていう編集が結構終わってたりするんですよ、うんうん、おそらくね今まあキリのいいところでいくと11月いっぱいは、その動画にはなると、うん、で今から我々はもう一度、チームスタッフ、チームカジサック編集チームとも話し合いながら、また答えが変わるかもしれません、はい、ね、フルテロップにするかもしれません、うん、ただフルテロップでじゃあ行きましょうって例えばなった場合にも、うん、11月中は半分のテロップで、やっていくということですね、うん、そこはもう決まっているからっていうところ、うん、だから変わるとしたら11月頭なのか、うん、ひょっとしたらもうちょっと先にもなるかもしれない、うん、我々もしっかりと話し合った結果、うん、チーム編集者とも話し合った結果だったので、うんうん、でもああいうお声が多かったっていうことはやっぱり真摯に受け止めてですね、うん、今一度もう一度会議をしたいなと思いましたので何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。お願いします。っていう感じかな。はい、はいはい、じゃあ質問いきます、はい、はい、質問いきます。質問、うん、いきましょう。はい、屋根裏ネームみんみんさん、みんみんさんありがとうございます。屋根裏部屋200回おめでとうございます。あ、200回この間行ったのかな、はい、はい、皆さんに質問です。先日職場の上司は同僚数人で夜ご飯を食べに行ったのですが、うん、普段と違う状況で何を話していいか分からず話題に困りました、うん、皆さんはこんな時どんな話をしますか。もう一度おすすめの話題とかあれば教えていただきたいです。同僚と職場の上司や同僚、上司や同僚、同僚って友達なんじゃないですか、うん、そうですね、同期ってことかな、うんうんうん、まあ友達じゃない可能性もありますね。確かにね、ビジネス上同期っていう感じかもしれないね。どんな話題を提供したら、それあれかな、全員困っちゃったってことかな、ですかね。いや、この人だけ全員困ってんのめっちゃおもろいじゃん。いや、だからシーンとしちゃってる。でもさ、その要は先輩とかが話を振ってくれてたら、うんうん、多分会話には困ってないわけじゃん、うんうん、きっと、はいはいはい、うん、じゃ、なんで飯行ったんだよそんな状況。まあね、どういう会話だったら話しやすいですか、うん、みたいなことね。じゃないですかね。困っちゃったとか、はいはい、うん、なんか、まあ、
自分も率先して話しなきゃなって思ったら何も喋れなかったんじゃないですか。うん、ああ、うん。それある程度、そのご飯行ってるんで、うん、話はあるけど、自分もなんかっていう。男女比だったりとかさ、うん、年齢とかで変わるもんね、うん、これって難しいよね。難しい。子供もいた時とかも変わるやん、はいはい、だから今とりあえず設定を決めようよ。あーなるほど。30代男女比一緒ぐらいぐらいにして、俺は、うん、まあ間違いなく安全じゃないけど、うん、まあ、盛り上がりやすいのは俺雑学だと思ってるんだよね。あー、雑学は強いですよね。俺強いと思ってて、その一個投げてみんなでなんだろうなんだろうって考えられるし、勉強にもなったりもするやん。これ知ってますってやつですよね。で一番最高の形はこういう雑学なんかある人いますって言った時に、最高の形はあそれだったら俺もあるってなってくると盛り上がる。ジャイのクイズになるからね。で盛り上がらなかったらもう雑学1個で終わってもええやんっていう感じ、うん、雑学。でも安田がなんかちょっと渋い顔してる。してないしてないっす、してないっすよ。めちゃくちゃ俺雑学いいなと思うよ。いやしてないって。いや今お前下唇噛んでたもん悔しいみたいな顔してたよ。違います違います。まあじゃあ正直に言いますわ、はいはい、俺今ボケるかどっちにしようかなボケを考えてる時の顔かい、悩んでる時の顔かい。笑っちゃう。そう、それで面白くなっちゃう。そういう時ってお前下唇かむ。つまんないこと言いそうってのを我慢してました今ずっと。ありだ。雑学はめっちゃいいと思う。ありだよね。あるなんか。まあ、そうですね。うん、あの白目できるっていう話。話な。白目できるっていう話な。質問じゃないの。その。とりあえずビール来るまで白目できるか勝負しようよっていうのどうですか。ビール来るまで白目できるか勝負なん、はい、どこの国の文化だそれ。ゲームすんのビール来るまでに、はい、白目先に閉じた方が負けっていう。白目先に閉じるってない。杖ってさ、はい、本当にイメージなくてさ、はい、人と飯行った時に、うんうん、常から話すことってあんの常ってさ俺らの中ではさ、受けやん。ああ。受け身やん。うん、自分から、うん、こんな話も一回したと思うけど、うん、最近どうなんっていう話しないやん、はい、とか、はい、この間こんなことありましてって話。ああ、しないです、しないです、うん。ちなみにまず、家族ではどうなん、家族、じゃあ家族で食卓でね、常が大阪帰った時にみんなで飯食う、鍋するってなった時に、どんな感じで会話って回るの。ああ、でも基本でも常嫁発信が多いですかね。やんな、はい、してじゃあ逆に、ええ、先輩と行った時は、先輩と行った時わー考えたことないな。でも、うん、なんかあえて自分から喋るっていう時は後輩と行った時ですね。後輩と行った時は喋んの、はい、そういう時はどんな話すんの、多分それが答えなんじゃないかなと思って。もうほんとたわいもない話ですけど、ね、白目ちゃうんかい白目だと思ってたよ。白目じゃないみたいです。今あの常道博士が出てきたよ今。クソって言った。いいやついましたよ。全部黒目にすんのってどうやんの。後輩に。はい、知らん。ごめんごめん。どんな。いやー悔しいな。反省しないで。でも、うん、なんかすいません、さっき設定とかいろいろこの質問の答えちょっと話題っていうことですけど。うん、なんか話題じゃなくなっちゃうんですけど、うんうん、まあ、常ないし、まあ、トンボさんとかもそうと思うんですけど、うん、まあ、カジさんは自分でも話できるからなんですけど、うんうん、やっぱ最高のリアクションをするっていうのが僕一番最強の武器だと思います。ああ、確かにね、はい、よく笑うとか、はい、うんうん、とかもう何か言われた時に、あそうなんだぐらいの興味でも、あそうなんですかって言ったら向こうが話してくれるじゃないですか、うんうん、で乗ってきたら質問もしてくるし、うん、そしたらそれにそのテンションで返したら、うん、なんか会話弾むじゃないですか、うん、勝手に、うん、だから自分が必ずしも起点になるのが苦手だったら、うん、それを担わずに、うん、その代わり常みたいに最高の受け手であると、うん、それはそれで一個ね、いい解決方法なのかなと思いました、ね、うん、なるほどね、話題とちょっとずれちゃうかもしれないですけど、うん、なるほどね、うん、なるほど、うん、じゃあトンちゃん、俺はねやっぱねうまそう、うまそう、うん、でもなんだろうな、あれ見ましたとかっていう話かな。あ、それはどんなもの？もう何でも、それが YouTube であれ、うん、その Netflix とか地上波の番組でも何でもいいけど、うん、自分が面白
かったものとか、うん、ちょっとプレゼンしたくなっちゃうものってまああるじゃないですか、うん、漫画でもいいし、うんうんうん、それを見ましたっていうかな、うんうん、ほんで、はいはいはい、見てたら見てたで盛り上がるじゃないですか、うんうん、で見てなくても、うん、いやこれめちゃくちゃ面白いんですよっつって、うんうん、でそのプレゼンができるでしょ。その時にさ、例えばテクニックとしてさ、うん、じゃあトンボが、うん、あれ見ましたって言われます、うん、はいはい、で俺が、うん、今同僚だったとして、うん、そんなに関係値があんまりない、あーない状態で言われて、はい、あ見てないですって言うやん、うん、そして今トンボが言ったのは、うん、めっちゃおもろいっすよって言うやん、うんうんうん、でも、うん、この俺は、うん、全然楽しそうにしてなかったらどうなの。いや、あるやん。あるある。ああ。そういうパターンもあり、そうしてたら、うん、いや、今、そんな顔してますけど、まず僕の話聞いてもらっていいですか。いや、テクニックいるな。だいぶテクいるで、これ。メンタルとね。メンタルと。その表情変えてみせますか。いや、テクニック。そいつ話題困ってねえだろ。それそのテクニックあったら滑ってもいけるしね。そうそうそう、上級者ダメだった。そうですね、いけるからな。そうかそうか、だから結構意外とむずいのかな。むずいか、やっぱり喋りってある程度のテクニックが必要だったりするよね、うん、っていう意味では安武の方がいいかもしれないね、うん、受けをとりあえず、うん、話してくれたらいいけどね、うん、まあね、はいはい、まあね、うんうんうん、あとまあこれテクニックはいらんと思うし、うん、ちょっと一か八か感出ちゃうけど、うん、宇宙の話。怖い。怖いって。どういうことか。どういう話ですね。どういう切り口でいくんですか。宇宙のさ、うん、話ってさ、うん、自分から見ないでしょ。あ、見ないですね。見ないでしょ。うん、YouTube とかそういうことです。そうそうそう、あ、宇宙では検索しないですよね、あんまり。でもなんとなくわかんないけど、うん、見ちゃった時って、うん、見ちゃわない。これ例えば宇宙じゃなくて全然違う話のものだったら見なくてもいいやと思って見ないことは結構あると思う。自分にそんなに興味がないものだったりとか。宇宙ってまあまあまあ分からんでもないですよ。分からんでもなくない、なんか見ちゃう、はい、分からんではないですけど、こいつスピってんなって思われる可能性ありますよ。今こいつスピってんなって思ったんじゃないって言ったらいいやん。そう、めっちゃ技術あるめっちゃ面白いじゃんその人。先手で行くっていうな。すごいじゃん。めちゃくちゃ技術言うな。この間、うん、私 YouTube で見ちゃったんですけど、あれほんと沼りますね。スタート。ああ、それはうまいな。じゃ今の技術。え、でもこれできるやろ。うーん、あー、まあまあできますね。できるやん、これは誰だって。うん、そうですね、この時点で、はいはい、嫌な気持ちにはならないじゃん、うん、まあならないならない。っていうかこれは宇宙じゃなくてもならない。確かに。あ、そうですね、うん、そう、うん、った中で宇宙って言った時にですよ、うん、ちょっとこの間見た情報がクイズにもできるのよ、うん、なんや、例えばね、例えばですよ、火星まで、地球から火星まで距離どれぐらいあるか知ってますとか、うん、例えばや、笑うわ、た例えばや、俺もそんなにもう覚えてないから、なんか食いつくものってあるやん、はいはいはい、ね、うん、それを聞いたときに、え、なんでやろうって、自分たちが住んでる星の話を、うん、なんで俺今頑張ってんの。盛り上がってんでしょ。失敗じゃないわ、俺。全員共通の話題ってことですよね。そう、うん、俺が言いたいのは。関係あることってことね。はいはいはい、関係のあること、そう。まあ、そうか、そうか。例えば、ドラマとかの話だと。うん、まあ、別に見んでもええわっていう人はいますもんね。いるやん。うん、確かに確かに。でも、俺たちの、要は、うん、物件じゃん。地球って。いや、これね、ホリエモンさんが言ってたのよ。ああ、地球。俺刺さってん。あ、俺らは、地球に、うん、借りてる。土地を借りて賃貸や、はいはいはい、まあ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 、うん、大きく捉えて、そうそうそう、うん、だから、うん、嘘やん、興味ないっていうのは、もうもはやそこは、はいはいはい、うん、共通、全員共通で、うん、もう触れざるを得ない話題ですもん。学生時代の話と同じぐらい、そう、そう、ベタというか、うんうん、そうそうそう、でそんな市場もないやん、うんうんうん、学生時代の話だと市場入ってくるやん、はいはいはい、じゃなくて、はい、俺たちが住んでる土地の話だから、うん、かといって、うん、ビッグバンの話してもしゃない。はいはいはい。っていうことよ。ああ、なるほどね。うん。そうか、成り立ちの話したんでしょ。成り立ちの話はもう知ってる人もたくさんいるだろうから、うん、今さら、その話かいってなるのは辛いやん。うん。皆さん今 YouTube 開いてごらん。うん。死ぬほど転がってるから。宇宙。この人はじゃあ宇宙のことを勉強しなきゃいけないってことですか。例えば一本刀持つじゃないですか。うん。宇宙ね。地球から火星ってどんぐらいできると思います、うん、例えばね、うん。うん。で、これぐらい違うと、実はこうなんすよ。うん。
ええー、そうなんだ、うん、ほんでほんで、いや、そんだけなんですけど辛いな、乾杯、ま、大丈夫です、はい、一回そこに入ると足、うん、一歩入れたら、うん、止まりません。あ、なるほどね。え、みんながってこと？地球から火星の距離でとどまるわけがない、うん、し、うん、もう言っちゃうけど、うん、盛り上げたいんでしたっけ、うんうんうん、頑張れ努力したねそれはじゃあもう宇宙じゃなくていいからいや、頑張り方や。うわ、そうかそうか。確かに何を、何から始めていいか分かんない最初のスタートとして、うん、いい教科書ですよ、宇宙はってことですよね。例えばや、うん、まあ。それが雑学でもええの。そう、要はでも雑学ってことでしょ、それもね、宇宙も。まあね。うん。なんか雑学がいいんだよ、だから。確かに。うん。今俺が雑学って言った時に、じゃあ何の雑学がいいんだろうってなった、うん、あなた。うん。宇宙雑学だったら宇宙じゃない方が良さそうだな。動物は動物、動物雑学ね、いいですね。だから2手、うんうん、2手目、うんうん、動物にしましょう。みんな住んでるもんね、宇宙には。動物は嫌いな人いるかもしれない。嫌いるかもしれない。そうかそうか。まず土地でしょ、まず、まず、まず土地でしょ。宇宙がいいかな。もうちょっと身近なんないかな。ありそう、あるよ、なんか、ね、なんじゃん、ね、なんかカレンダーとかでさ、あの、はい、なんか、うん、ショートケーキの日が22日なのはなんでだと思いますみたいなのあるん。全然3手目やん、それ。なんで？いや、これ1手目で言ってよの。今の1手目かなり変化球やん。いや、変化球じゃないよな。皆さん、つって。うん、カレンダー。カレンダーの。そういえば今日って20何日でしたっけ ?24 日ですよね。とか言って。22日ってそういえばショートケーキの日ってこと知ってましたみたいな。別にスッと入りません、1手目で。行こう思ったらいける。うん行こう思ったら、行こう思ったら、うん、そりゃいけるっちゃいける。はいはいはい、うん、宇宙は1手目です壮大なんだよな、なんか壮大ね。宇宙は1手目オア、うん、ラストです。ラストっぽいな。ラストっぽい、大鳥っぽい。でも何にせよ、うん、多分頑張りは必要よ。確かに。やっぱトークって、まあまあまあね、で、トークって練習できるから。うん。なんぼでもできたりするから。俺らはやっぱり職業柄さ、喋、はい、ってきたからちょっとあれやけど、あ、まあ、常は喋ってないか。肘出して。ああ、肘出してきてました。でも僕一個思いつきました。お誕生日。ああ、誕生日、誕生日、その日でもいいですし、うん、今日誰々の誕生日らしいですよとか。うん、有名人の？有名人の。で、これ、私誰々と誕生日一緒なんですよっていう。うん、あー、はい、結構知ってたりするもんな、自分は。僕、清水邦明さんと誕生日一緒なんですよ。キャンプ好きでしょ。あそこで広がってる、はい。広がってしてるね。はい、なるほど。広がってるね。安武は絶対好きくない話題やな。あ、まあ、キャンプはね。キャンプじゃん。誕生日。誕生日。なんでなんですか？いや、まあ、興味はないっすけど、はい、けど、今、パって言われて、思ったのが、うんうん、11月18日が、うん、ミッキーマウスとミニーマウスの同じ日が誕生日なんですよ。っていうのを最近知ったんで、うんうん、なんかその、一個言えたなと思って。誕生日のね。そうそうそう。お前も変わったな。え？変わったよ、お前は。前までの、一昔前までの安武だったら、うんうんうん、何がおもろいね。ああ、確かに。唾吐いてたな。唾吐いてた。どこにカレンダーに。カレンダーと地べたに。悪いやつだな。かわいいな。ミッキーとミニーの誕生日知ってるって。そう、でも、それ今誕生日振られてなんかあるかなって思った時に、うんうん、俺自分、だから本当興味なかったから、うん、自分の同じ日の芸能人知らないんですよ。けどでも誕生日エピソードはどうにかしたらなんか一個出てくんなと思いました。ありだね、うん。ありかもありかも。4手目やね。だから。4手目か。いやいや、1手目でもいいけど。みんな持ってるもんね、誕生日をね。そうそう。一番身近な感じするけど。そうそうそう、土地だよ。地球の話だったらまだしも宇宙まで飛んじゃってるから、あ、土地っていう考えもちょっと。そうそう、そう。ごめんごめん。ちょっとあれね、うん。宇宙の中にも地球入ってるから。笑うじゃん。だよ下に見んな、こっちの。って感じかな。はい、はい。もしよかったら、参考になったら、はい、ある程度の努力が必要かもしれませんが、はい、よろしくお願いします。はい、ってな感じでございますかね。はい。はい、またですね、質問やお悩みあったらですね、こちらの動画のコメント欄にください。はい、これだからあれやね。コメント欄、これ、ラジオも子供用とかなったらもう地獄だな。ああ、確かに。質問も受け付けられなくなっちゃう。フォームを作らなきゃいけないかもしれない。うん、大丈夫ですか、宇宙の話してました。いや、だったらカレンダーとかも大丈夫ですか？大丈夫。あ、ごめん、1個
伝え忘れてた、あの引っかかってる方いらっしゃるかもしれないから最後にお伝えしておきますと、はい、結構さっきね話した、我々の思い、うんうん、そのチーム改作企画の話だったり、うんうん、テロップの話っていうものをどうして屋根裏部屋でするんだっていう人がいるかもしれない、なんでメインチャンネルでやらないんだとかいるかもしれないんですけど、やっぱりまず一個大きな理由としてはご報告系動画が多くなるのが嫌だっていう部分と、うんはい、あとまあトンボがねそのずっと出てるからっていうのも結構あったりもするし、はい、そこで動画で上げてもちょっとなんかぐちゃぐちゃってなるかなと思ったので、うん、このような形、屋根裏部屋でお話をさせていただきましたということ、はい、そのテロップもの問題もここで説明してるじゃないですか、うん、でも今メインではテロップがその少ない状態で、うん、それで説明っていうのもまたちょっとねそれもややこしいんですよね、うん、なったりしますね、ごちゃってなっちゃう、すいませんがよろしくお願いいたします。ではまた来週よろしくお願いいたします。はい、解散とトンボとヤサケとツネでした。なんで努力せえ。ありがとうございました。ありがとうございました。